これ覚えてる？米っ子。今日も懐かしいお菓子を買ってきました。どうも兄貴です。1973年に発売されたお菓子なんだけど、実は一度販売終了していたんですよね。当時 CM で出演されていた桜田淳子さんもデビュー年が同じだそうで、覚えている方いますかね。実は米っ子は再販を望む声から復活したお菓子なんですよね。今日のおやつはこれで決まり。